皆さん、こんにちは。フォーサイトの社会保険労務士講座で、仙人講師を担当しております、二上大輝と申します。動画のご視聴、誠にありがとうございます。この動画をご視聴になっている方の大半は、社労士資格に何かしらのご興味をお持ちかと思います。私も平成29年度の社労士試験に初挑戦で合格させていただきましたが、 自らの所属していた中学受験塾での労務管理のあり方がきっかけで社労士資格に興味を持ちました。私が社労士資格に興味を持った当時よりも今の方が格段に社労士資格への世間の注目度は高いと思います。中学受験業界といういわば全くの別業界から転職してきた私にとって資格試験講座の教材はまだまだ改善の余地があるように見受けられます。 やはり受講生が大人ということで受講生の頑張りに期待しすぎているところがあります。特に通信講座においては分かりにくい教材というのは挫折の大きな原因となってしまいます。そこで挫折をしない分かりやすい教材を執筆することを心がけました。私の話を聞いて少しでも興味を持たれましたらサンプルをご請求ください。もちろん無料です。サンプルを請求していただいて 方イとの学習の流れを一人でも多くの方に体験していただきたいと考えております。動画のご視聴ありがとうございました。